ガンルエは、フランス、ペイドラ・ロアール地域圏、ロアールアトランティック圏のコミューン。県におけるガンルエの位置、ガンルエは、ルドンの南東、約2 5トルに位置する。隣接するコミューンは、プレセ、セベラック、サン、ジルダデボア、サンタン・ヌシュル・ブリベ、キリー、ブーブロン、ブラン、ルガブルである。1999年の INSEE がまとめた。 順位表によれば、ガンルエワとしかされていない農村型コミューンである。INSEE の公式地理コードによって、リスト化されているコミューンの名は、ゲンルエットであるが、一方で、トレマのついたゲンルエットも一般的に使用されている。従って、この地名は、コミューン役場の公式サイトや、自治体関連号の公式サイトで用いられている。 ガンリエの名称は、ブルトン語のゲンアードに由来する。ブルトン語のゲンは、白や、聖なるものを意味する。レッドは浅瀬を意味するという説があり、これは、ガリア語のリツマイナスや、ガロコのライドに似ている。ガロコでのコミューン名称は、ジェンドエットである。ガンリエの教区が創設されたのは、旧世紀、ブルターニュ・オアラニス星によってである。町は、歴史的に、ブルターニュの一部であった。 フランス革命の間、ガンルエは、被災官の中に革命軍を収容していた。しかし住民たちは、聖職者民事基本法に批判的で、非戦性司祭をかくまっていた。7月王政のもとで建設された、ナントアブレスト運河のため、自治体の開発が進んだ。コミューンは二度の世界大戦に重い犠牲を払った。1944年8月から1945年5月まで、 続いた、サンナゼールポケットへの爆撃が含まれる。8万発の砲弾がコミューンに落ち、そのうち3万5千発が中心部に落とされた。ノートルダムド・グラース協会に砲弾が落ち、ガンルエは、機能不全となった。信仰の場と中心部の住民たちは、数箇所に分かれたその場しのぎの礼拝堂に避難した。戦後、協会の窓にステンドグラスがはめ込まれ、 復元が行われた。ノートルダム・ド・グラース教会は、現代的な様式で復元された。その外観は、アメリカ軍によって解放された、サントメール・ド・ブラン教会の外観によく似ている。ソースイコール1999年まで、LDH, イ・ヘス、カジニー、2004年以降 i NSEE。ありがとうございます。